集まりいただきましてありがとうございます。私も足長に住んでる堀越と言います。あと旦那さんの友達ちょっとキャラをやってるんですけれども、実は初めて足長で、公式の試合である足長カルナトロフィーやってまいりますので、皆さんぜひ今日一日ですね、ちょっと6時ぐらいまでになっちゃいますけれども、よろしくお願いいたします。でなおですね、今回優勝の方にはこのトロフィー、優勝者、準優勝の方、あとはベストプレイヤーの方に、賞状、あとは、トロフィーのところ準備のほう伝えております。協賛の会社ですね、ちょっとこちら見てください。今回ですね、この大会やるのにあたって城南ロープ株式会社さん、合同会社、これスーパーロボさん、 MMI でスポーツさん、清水工業さん、純粋論さん、ミンスキーコーポレーションリミテッドさん、ハルクリエーションさん、この会社の方がですね、お金ですとか、あと飲み物とかを、協力してくれました。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、大会の方を始めていきたいと思います。じゃあ、どんな感じですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ、おめでとうございます。この大会を行われます。まずですね、ICF インターナショナルキャラフェデレーションのルールで試合を行われます。この試合のですね、形自体を言うと皆さんに一人一人に連絡したんですが、スイスキープシステムという世界大会で使われているシステムで、この大会を最初の1回戦から5回戦まで行われます。それとですね、今自分が決めた通りに10番は取ったんですが、皆さんに 何人かに振り引きをして順番をちょっと取ってもらったんで、今皆さんに順番を配りますので、これから自分の名前じゃなくてこの番号で線路書くとか、ポイントシートとか全部書いておりますので、その通りにやってください。じゃあ1番田中さん、見えるところで貼ってください。2番ラビングラビングさん、3番サミラさん、7と8の人です。
ここのちょうど9と10番の人です。9と10。11と12の奥まで。はい。13の人は1回休みです。はい。一般のコントロールでやってまいります。